オークレア軍はアメリカ合衆国ウィスコンシン州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は98,736人であり、2000年の93,142万人から6.0%増加した。軍庁所在地はオークレア市であり、同軍で人口最大の都市でもある。オークレアとはフランス語で清水を意味する。 1856年の設立である。オークレア軍は、北のチッペワ軍と共にオークレア大都市圏を構成している。また西の団軍のみで構成される、メノモニー小都市圏含めると、オークレアメノモニー広域都市圏となる。その人口は2011年時点で20万6628人である。オークレア軍は1855年に、 チッペは軍のクリアウォーター長として出発した。その町名は1856年3月31日にオークレア町に変更された。この町全体が1856年10月6日のウィスコンシン州議会法案によって分離された。軍内の観光地としては、オークレア市のチッペはバレエ博物館、オーガスタ市のデルズミル博物館、同じくオーガスタ市のデルズミル水力博物館、 オークレア市のポールバニアン製材キャンプ、同じくオークレア市のサージボイドバンドシェル音楽堂がある。オークレア軍の立法府はオークレア軍軍政委員会である。29人の委員で構成され、この中に議長と副議長がいる。主要政党はオークレア軍民主党とオークレア軍共和党である。オークレア軍はウィスコンシン州上院議員の選挙区では第23区と 第31区に属し、それぞれ民主党と共和党の議員を選出している。会員議員の選挙区では、第68区、第69区、区アメリカ合衆国議会会員議員では、ウィスコンシン州第3区に属し、民主党議員を選出している。夏のオークレア軍アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は645平方マイルであり、 このうち陸地638平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は1.18%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。オークレアチッペはフォールズ都市圏に入ると考えられる。町昔の町現在はオークレア市に併合国勢調査指定地域。ありがとうございます。